何回やったんだろう全部で。髪型かわいい、ありがとう。縦巻きロールにしました。途中からだったけど見つけてくれたり、こちらこそありがとうね、忙しいのに来てくれてありがとう。やる声しか行けなかったけど可愛かった、ありがとうね、来てくれて見つけたよ。ちゃんと縦ロールのまま帰ってきましたよ。はい、帽子かぶって今日の期間もかっこよかった、ありがとう。やっぱいつもの場所だとね落ち着きますね。じゃ昨日は違う場所の空き缶だったからさ、そうちょっとドキドキしてたんですけど、やっぱいつもの空き缶だと安心します今日久しぶりに会えてね、ありがとうね、お久しぶりやったよ、ありがとう。レスもありがとう、こちらこそいっぱい送ったよコンビニ寄ってない、まっすぐ帰ってきました。はい、ロックのミュウかっこよかった、ありがとうございます。そう、最後今日は千秋楽、ロックブロックラストだったのでセリフもやりました、2回目。はい、無事成功できてよかったです。今日久しぶりに昼公演入りました、ありがとうね、また来てね、絶対ありがとう。昼公演近くで見れて最高ですね、最善だったね、ありがとうね。今日の昼公演ってありがとう、みんなお昼に来てくれた方ありがとうね。そう、靴壊れたの、マックス踊ってる時。そうなんですよ。でも夜公演は新しい靴に変えてもらったので大丈夫でした。ロック行けなかった、うん、残念。まあ期間短かったからね。そうね、20日行けるかも。よし、じゃあ夏ブロックぜひ来てください2日間4個ありがとう、こちらこそ。もしかして3日間なんじゃないありがとうね、昼公演楽しかった、こちらこそありがとう、ありがとう。見直してみたけど靴壊れたようには見えなかった。あ、本当に、いや多分ね、なんか完全には多分壊れてなくて、あのかかとのヒールの底が外れてて、なんか踊ってる時になんかね、なんでカポカポする感じ、なんか地面を踏めてない感じがして、あ、これ絶対靴壊れてるわって思って、踊ってる最中確認しようと思ったんだけど、意外と確認できるタイミングがなくてそのまま踊り切りました。でも終わって履けてみたらやっぱ底が取れてた、うん、ロック見れなかったの。やっぱ期間ね、1ヶ月ちょっと、6月そのロックの日から始まったから、まあ、1ヶ月ちょっとだったので、なかなかね。そうだよね、しかも私も出てたのが少なかったから、そう、一番最初のね初日の週は私が体調崩して出られずで、次の週は子供たちとキャンプに行ってたので出られずで、3週目からの参加だったんで、だからちょうど1ヶ月くらいかな、1ヶ月も経たないぐらいだったから、私が出た回数としては。そうなのよ、なのでね、残念ながら、まあ、見れなかった方も多かったと思うんですけど、その初思い出公演最高だ、ありがとうね、いいところだった、ありがとう。夏は行きたい、いや夏はぜひ来てほしいまあ何やるかはまだ言えませんけど、ぜひ夏は来てほしい。夏ブロックだからちょっと長めでもいいよね。まあでも7月20日から始まるし、8月もまだ夏だから、ちょっとせめて7月8月のね2ヶ月ぐらいはやりたいよね。20日の昼申し込んでありがとうございます。どんぐらいだろう、なんか結構さ、聞いたらさ、ロックブロックの千秋楽よりも夏ブロックの初日に入りたいっていう方の方が多かったから、この前配信で聞いた時、だからもしかしたら夏ブロック初日の20日はねちょっとだけ倍率が高いかもしれない。3連休意外とずっとどの公演もあの柱の向こう側とか結構空いてたりしたんですけど、夏ブロック初日ってなったら倍率高くなったりするのかなもちろん来てほしいけど、うん、全体曲でセンターのみーちゃんも見たいけど、かほちゃんポジに入ったわちごのもいいんだよね。嬉しいです。そうだから昨日今日と違うポジションだったから、私もとってもドキドキしたけどね、間違ったけどね混ざっちゃった混ざっちゃって間違っちゃったけど、でもなんか2日間で違うポジションできて楽しかったです。はい、夏ブロックね楽しみにしてて、
もう私は今からリハが覚えなきゃって思って、もう本当にフリーレだけがね苦手だから、本当にあまた変わんのかみたいな、楽しみやりたいよ、早く夏ブロックやりたいんだけど、本当にリハが嫌すぎて覚えられないんですよ覚えちゃえばね公演で出れば楽しいんだけど、覚えれないからまた変わんのかみたいな、もう心の負担でしかありません今頑張って覚えなきゃ仕事はDNA、ありがとう、嬉しい。今日でロック T も終了。え、待って、そういうこと、ロックブロックの間ロック T シャツ着てきてくれてたの、そうだったんだ、じゃあ次は夏服にロック見るタイミングなかった、やっぱそうだよね、夏はぜひ見に来てください。遠方の方は難しそうだよね、1ヶ月しかもね、土日しかほぼなかったもんね、平日公演もなかったしね、平日しか行けないのにって方にとってはね、見れずに終わっちゃったって感じかもしんないね。そうね、これめちゃめちゃ楽しかった、ありがとうね、牛さんも振ってくれてたの見てたよ、ありがとう、めっちゃ見てたと思ったけど、うん、何回やったかな、全部で6月9日から始まって1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13回やりました。カホの卒業公演の時が昼だけだったから全部で13回やりました、ロック。でも私散歩時、この思い出いっぱいか覚えてるんですけど、散歩時全部出た、とりあえず。そのカホのポジションは昨日初めて、最初で最後で、あともう一個のわちゃごなあきかんの方のポジションも1回だけ出たので、それ以外はでもずっといつものポジションでしたね。だからよりすごい短く感じた。うん、9月いっぱいまで暑いから夏で確かに夏にしたい、夏休み公演やるかなね、8月とかね、いっぱい公演できたらね、夏ブロックもいっぱいできるからね、できたらいいけど、ただやっぱシングルのリリース前になっちゃうので、8月がちょっとね、公演がどれだけできるかってところが1個あるかな。うん、あとはフェスとかに出てたら出たい気持ちもあるしそうなんですよ、もちろん公演もいっぱいやりたいんだけど、なんせ人数が少ないんでね、公演やってる人もフェスに出てる人とかもうなんか全員一緒だからさスケジュールそう、その人たちだけで動いてるからさ、なんかね、この子たちがフェス出てる裏で劇場公演やりますとかが結構不可能じゃないですか、今の人数感そうなのよ、だからやっぱどうしてもさ、何か活動が入っちゃうとね、劇場が回せなくなっちゃう人数なので、今がそうだから8月もいっぱい公演できたらいいけどなって感じですね。そう、衣装もね、まだ衣装は何になるか決まってないんだ、夏ブロックセトリはさすがにもう決まってるんですけど、衣装まだ決まってないから、私もすごい楽しみ、何着れるかな、まず当たりたい、ぜひ今申し込みしてるのか、20日の公演、ぜひぜひ。覚えることもあまりないのでは、いや、ありますあります。いや、じゃあ仮にしゃべぴをやるとしよう、やるとして、まあ、自分のポジションはそりゃそんな覚えること少ないけどさ、いつもやってるとこだから、でも結局違うポジションも覚えてるから、その違うポジションの振りも覚えなきゃいけないからさ、同じことなんですよねそう、できるかな、覚えられるかな、本当に覚えられないんだけど京都汽鉄スタンプラリーコンプしてきました、あ、ありがとう、え、ステッカー見れた、地引きじゃん、ありがとうございます嬉しい。そうね、皆さんにはぜひ汽鉄さんのスタンプラリーもやってほしいし、夏休み中に13回やったけど、ロックブロック全部で、でも1009やったのは9
9回9回選挙言ったかも。夜の公園のコールいつもより気合い入ってた。え、今日なんかすごいお昼も夜もどっちもコール大きかったよ、うん、前座の時からすごいコール大きいって思った、うん、ありがとうございます。8月からシングルのおしゃべり会、あ、そうなのよ、そうそうそう、おしゃべり会もあるから土日結構埋まっちゃってて、そうなの、今まで結構土日公演が多かったじゃないですか。でもその土日フェスとかおしゃべり会とかが入ってきちゃうとそこもうさ1日公演打てなくなっちゃうからさ、そうなの、だから8月ね公演いっぱいやりたいんだけどできるのかしら。今日の昼会の待ち合わせの空き缶が耳のほかまさかの3期生と一緒、あれそうだっけ、そっかそっか、確かにそうでしたね。そうなんだからさ、今日さ6公演乗り越えたさ3人お三方がさ頭にハート生やしてたんですけど、その頭にハート生やしたお三方がさ全員空き缶だったからさ、空き缶ハート生えてるみたいな。みんな可愛かった。そう、20日の声の申し込みは今日の23時59分あ、そうなんだね。そして今日の23時59分までガッタファンのおしゃべり会の方も申し込みやってるので、そうなんかさ前回一時申し込みの時なんか7部と何部だったもう一個の部なんかどっか外れたみたいな言ってる方がいらっしゃったんですけど、え、全然全部あります。全然全部だって全然どの部な、私7部まであるんですけど、一部から7部まで全部の部ありますので、ぜひ今日の23時59分まで受け付けてますので会いに来てくれたら嬉しいです。もう私はめっちゃお話ししたくてしょうがないんですけど、ぜひ来てもらえたらと思います。シンポジ覚えると頭の中混乱しないの、なんか私が覚えてる3つのポジションがそんなにねどれも近くないんですよ、だからあんまり混ざらないと思ってたんですけど今日混ざってしまって、誰か見てたかな、今日のお昼公演で僕の涙は流れないのね、もうほんと最後悲しみが溢れてもちゃちゃってそこを歌うために私ぐるっていつも今日のポジションだとぐるって回って上手の3番で踊ってるんだけど、その後このなんか曲間に歩いて下手の4番まで行って悲しい振り向いて悲しみが溢れてもちゃちゃってやるんだけど、今日混ざっちゃってその瞬間に待ってどこに歩いていくんだっけってなって、その結果変な場所を通ってギリ間に合った。でも変なとこ通っちゃってなんかさ真ん中の人たちがさなんか踊ってるんですよ、なんかしゃがんでパッみたいな、その振りをしてる間をこうやって縫って入っちゃって本当にごめんなさいって思いました。でもこれ本当にこれだけこれ混ざらないはずなんですけど、いつものポジションはその上手から下手への大移動なので、わちゃごな空き缶の時サポートポジみたいな時は下手から上手に移動する人で、で昨日のカホのポジションの時は真ん中で踊る人だから全部違う動きをしてるはずなのに、全部違う動きをしてるがゆえに混ざっちゃって今日一瞬迷子になりました。本当に一瞬頭が真っ白になった。そう、怖かった、どうしようみたいな、ってなったからもしかしたら映ってるかもしんない、恥ずかしい。まあそういう時もあるよね。昨日押し焼きプロジェクト行って、ああありがとうございます、嬉しい、ありがとう。とりあえず上越美代子だけ行った、あ嬉しいです。なんかさパパにさ明日上越美代子行くって言われたんだけど、あ明日明後日仕事です。断りました。ママと上越美代子行こうかなって言われたんだけど、え私仕事ですって言ったらじゃあやめたって、みがいないなら別に行かないかなって言われちゃった。一緒にいる時に行ってくれるらしいので行きたいな、私も自分の等身大パネルと等身大したい。ガッタファン増やした、ありがとうございます、楽しみにしてますね。
残りの枚数が分かる。え、そうなの？それちょっとさすがにスタッフさんに言いました。これちょっと残酷だからやめてほしい。そうなの。勝ったファン当たったのでお話し会楽しみです。あ、ありがとう、嬉しい、お待ちしてます。やった、そこに注目して DM。 やだよ、マリちゃんとぶつかりそうになって、え、待って、わかんない、ぶつかりそうになってたのかな。だとしたらめっちゃ申し訳なさすぎる。全然もう自分でめっちゃ焦っちゃって、人にぶつかるとかあんま思ってなかったな。怖いわ本当に。定点ではバッチリ見えた。やめてよ、見ないでよ。本当に本当にわーってなったんだから。そうよ、ずっと見てたから気づいて。そうだよね、まあ普段私がずっとちゃんと私のこと見ててって言ったがゆえにですよね。そう、まあそういうところもありますよね。珍しいなって思って。え、そう、なんかさ、昨日もさ、昨日はカホのポジションだったんですけど、リハで空き缶やった時に歌詞が突然出てこなくなって、あのね、やりたいことだけやりたいだけだ、俺に値札をつけるなって2サビ前に歌う人だったんだけど、あのラスサビのところもさ、同じ曲で同じとこを歌うんですよね。なんだっけ、もうタイムっても意味なんかねを歌うからさ、混ざっちゃって、その2サビ前歌詞が分からなくなって、うわっってなったので、ななみに、みゆが歌詞間違えることってあるんだって言われた。私もあんまない、あんまり普段歌詞間違いすることないんですけど、本当にリハでよかったって思った。本当に焦った、歌詞何にも出てこなくなって、そう、俺にね札をつけるなだけ出てきたからそこだけ歌ったんですけど、びっくりしちゃった。私も、まあ私にもそういう時ありますよね。振り間違ったり、立ち位置間違ったり、歌詞間違ったり、もう何でも完璧にできるわけではないのでね、はい、そういう時もあります。でも本当にリハでよかった。21日初おしゃべりか、わっ嬉しい、やっと話せるね、待ってるね。ありがとうございます。今日レッスンくれた？はい、しました。あの、はい、しました、あの別で。あの別で、今更だけど音楽の日、みゆちゃんが一番可愛かった。ありがとうね、嬉しい。今日もお見送り見たよって言ってくださった方がたくさんいて嬉しかったです。ポチるの間違えてみゆちゃんのおしゃべり会買いすぎました。え、嫌だった？その分いっぱいお話できるってことだけど、嫌だった？昨日の夜フラッとした花江ちゃんをカレーに避けてた。え、ほんと？いつだ？どこだ？わ、待って、なんか、え、なんだっけ？あー、セカヒトじゃない？セカヒトの2サビ前かな。 そこね、どうせ難しいからね。一応人間の、え、そう、でも今日もなんか全然お腹空かなくて、なんか人間じゃなくなったかもしんない。今日もなんかお腹空かなくてだし、なんか今日は3連休お疲れ様ってスタッフさんがケーキをあの買ってきてくださって、でケーキいただいたんだけど、なんかもうお腹いっぱいで入らないみたいな。そう、ショートケーキ選んで、ショートケーキ結局食べたんですけどね、食べたんですけど、なんかすごいお腹いっぱいな感じがして、あんま食べてないんだけど、なんか人間じゃなくなったかもしれない。今日の髪型かわいい、で嬉しい、めっちゃ褒めてもらえる、ありがとう。いつも間違えないのがすごい、優しい、ありがとう。それが当たり前なんだけどね。そうなんだけどね、気をつけますね。カタワのお話し会で新声に向けてリハビリしなきゃ。いや、そうだよね、何話そうってなっちゃうからね。話したいことは無限にあるしね。楽しみにしてるね。
次はみえちゃんのいる時に入る。あ、公園待ってるよ。だいたいいるけど嫌じゃないです。むしろ嫌。そうですよね。私は嬉しいですよ夜公園の MC したまわってなんか、え、そうなの、なんか急に喋れなくなった。やっぱ人間じゃなくなったのかな喋れなくなっちゃった。そう何なんだろう。あ、もう人じゃ、人を超えた、人間じゃなくなってそういうこと3期生3人組は配信の口とかにつけながら食べてた。かわいいね、かわいい、かわいいもう私はスタッフさんと話しながら食べてます。いつの間にかなくなってた。でもお腹いっぱいって感じた。さ、美味しかった、幸せ、頑張ってよかった。そうね、なんか私もね、まあ3連休頑張ったけど、けどね、絶対6公演の方がしんどいと思うから、本当に本当に偉いよ。休息時間あげました。今日の朝コンビニに寄って休息時間3つ買って3人に渡しました。本当に偉い、よく頑張った。しかも本当に本当に偉い。そう、いや頑張ってたよ。初オンライン話し会、え、嬉しい、待ってる、楽しみ、ありがとう。てかもサインあるのはもっちゃん、れいにゃん、かいりちゃん、ひのちゃん、ゆうはです。まあだからあれだね、時鉄最初のメンバー、私はまだそうなの、自分の等身大パネルと遭遇してなくてなのでサインもかけてないんですけど、うん、何秒あっても足りませんし、これからも追いつかない気がですよね。いやこれでさ、例えばね、なんか MV が解禁されてたりとか、もう楽曲が解禁されてたりとかね、ジャケ写とかでもさ、何でもいいけど解禁されてたらいいなって思うんだけど、どこまで解禁されるかね、おしゃべり会までにね。まあでもそうなったらシングルのおしゃべり会なら絶対に話せるもんね。7月21だとまだどこまで解禁で、だって来週でしょ。いやそうなのよ、早いよね、もう来週なんでだから来週だからちょっとまだどこまで解禁されてるか難しいけど、まあそういうのはシングルの喋り会の方で話せたらね、いいなって思うので。21日のお喋り会、鈴鹿サーキットから参加しても、あー、どうぞどうぞ。どんなところ、楽しみにしてるね限界を超えたアイドルは人間じゃなくなるそうなのかな、ちょっと一瞬ね悟りを開いたのかもしれない。人を超えてるなと前から思ってました。あれ、今に始まったことじゃなかったかおちゃんポジションに胸熱、え、嬉しい、ありがとうございます。でもね、まだかほのこれはやってないんです。ちょっとさ、なんか構えちゃうじゃん、なんかねだからまだちょっとできずにいますいつかね、いつかやるかもしれない。ちょっとあれが有名すぎちゃって、なんかマシモカホのポジションやるイコールそれもみたいな、なんか先入観がさ入っちゃうからさ、ちょっとすいません、まだできてないんですけどサンデー系も関係なくお仕事で、いやそういう方も絶対多いよね。頑張ってるみんな、本当にね、もうついには頭にハート入っちゃったから3人今日の声が1700日ぶり、待って待って、1700日ぶりってつまりどれぐらい、5年ぐらい、5年ぶりぐらい。え、どうだった、また NCT 好きになってくれましたか、嬉しい、ありがとう。一人一部にしない？全然いいけど全然話せるけど、一人一部でも待ってるね待ってるね。仕事だったけど耳に入ると思って上司に
大事な人に会うんですって言って、えー、大丈夫だった、嬉しい大事な人に会うんですって言って切り上げてくれた、ありがとうございます仕事中にオンラインお話し会で大丈夫そうそれ。まあでも初めてのオンラインだから、まあいっかまあいっか、嬉しいな。むしろ私にとって推しは神様なのです。あ、私って神様だったんだ。母ちゃんのノースリーブ着てない、うん着てない、そうなの。ユーハはなんかね引き継いでノースリーブになったけど、私はユーハのもともと着てたやつ衣装なんですよね。そうなんです。でも私も自分で絶対にノースリーブよりこっちの方が似合うって分かってるから、ちょっとあんま引き継ぐ気ないですねあんまり引き継ぐ気はないですかね。ちょっとあれを着れるのはもうマシモカホしかいないと思ってたから、だからユーハが引き継いで、えすごいって思いました昨日のわちゃぐのみえちゃんが頭からはね、え嬉しい、ぜひまた見に来てください。ちょっと自分で言っちゃいそう、いつやるよってでもまだあります、もちろんいっぱいやる機会ありますのでまた来てください、はい、まだかおちゃん離れができてます。いやそりゃそうだって、まだ2週間とか3週間しか経ってないから、本当に、いやわかりますよ、そうだよね。まだマシポジの空き缶ミミは新鮮、でもまだ2回しかやってないからまだ慣れないヒエルくんお疲れ様です、最高に楽しい、ありがとう、こちらこそまた来てくださいね、ありがとう。前回の空き缶のトップス400回の時より短い気がして、そうかな、わかんない、縮んだ縮んだ、私が太った、わかんないです、どうだろう。でも物は別に変わってないとは思います、うん、ベレー帽、あ確かに確かに、カホよくベレー帽かぶってたね。ベレー帽、でも私がさ結構こういうアップめの髪型をしちゃうから、そうなんだから、そもそもベレー帽かぶらないんだよね。でも確かにカホ結構ベレー帽のこと多かったから、いつかベレー帽ぐらいならちょっと継承してもいいかな引き継ぐかな久しぶりの声楽しかったです、やっぱり NGT が最高だなと、え嬉しい、ぜひまた来てくださいありがとうね、嬉しい。なんかさ、その1700日ぶりとかってなるとさ、昔の NGT を知ってるってことじゃないですか。なんかそうなった時にそれだけ期間が空いちゃうと、なんか今の NGT を見た時にあ違うなって思われちゃうのかなって思ったから、まあ違う、もちろん違うけどなんかその経過をずっと応援してる方はさ、なんか その流れに身を任すじゃないけど、まあまあわかるじゃん。でもさ、すっごい久しぶりに行きましたって、もうその間の期間を知らないで行きましたってなるとさ、なんか多分全然違うなってなっちゃうじゃん。それがさ、いい意味の方でもあれば悪い意味の方でもあるかもしれないし、だからちょっとどうかなって思ったけど、嬉しいです、やっぱり NGT が最高って思ってもらえるのはすごい嬉しいです、ありがとうございます。平日にオンラインあった時、会社の会議室からさ、え確かに平日にオンラインあった時あったね、今ないね、その土日が多い。でもそれもね、やっぱ平日じゃないと参加できない方も全くいないとは言い切れないからね、1回ぐらいやってもいいと思うんだけどね、オンラインとかだったら特にね、やれたらいいのにね。ちょっと楽しみにしてた、えノースリーブですかこんな顔になっちゃうな一回ノースリーブと帽子で着替えやったし、うーん検討しますね検討します。職場からオンラインおしゃべり会してリカ姫に仕事しろとガチトーンで言われたことある。私はそうは言わないと思うから安心してね。いやでもまあ、思うけど仕事しろって、お仕事大丈夫かなとは思う、そのお仕事中に行って大丈夫かなとは思うけど今日初めて公園行きました、え嬉しい、どうでしたか、どうでしたか、楽しかったらぜひまた来てください、え嬉しい、初めましてだったね、ありがとう。仕事中にオフラインは、いやそうだね、
オンラインなら仕事着だけど驚かない。え、嬉しいよ。なんかたまにね、そう、仕事の合間に来てくださる方とかいらっしゃるけど、そう、なんか普段はさ、やっぱこうファンの方として接してるじゃないですか。だからそのお仕事何してるかとかも知らなかったりするし、なんかお仕事してる姿があんまり想像つかないって言ったらですけど、もうファンの方、ファンのあなたの姿しか見てないから、そう、なんかお仕事姿ってね、なんかドキドキする。そう、新鮮ってなるから楽しみにしてますね。嬉しい。昨日の公演めっちゃ耳見てたのに、ペンライト見たらサイリウムの色変わってて結構焦った。え、いや、でもそれ私あんま気づかなかったけど、そう、でもいる、あれ、この人って私の下振ってくれてる、え、でも私知らないな、この方って思ったら、後からマリナさんのサイリウムの色に変わってて、あ、多分途中で黄色に変わっちゃったんだな、ピンクがって思いました。察した。今日そういう方がまさにいらっしゃって察しました。どうやったら目立つかっていうところで帽子かぶって、いや、あると思うよ。それこそこの前の音楽の日とかも HKT さん、竹本くるみちゃんが帽子かぶってて、そう、やっぱね、人と違う髪飾りとかだと目立つもんね。いや、大事だと思う。そう、私はアップヘアにしちゃうからなかなかできないんですけど、NGT 浦島太郎状態。いや、でも実際そうだと思うよ。そう、だって音楽の日でご一緒させていただいたあの衣装さんが本当に NGT4 年ぐらい前までいらっしゃった方で、2期生までしか知らないから、そう、もう今4期生までいますって言ったら、本当に半分以上知らないだなって言ってたから、まあそうなっちゃいますよね。そう、でもまあそれでもやっぱ今の NGT には今の NGT の魅力があるから、なんかそれをね、こうまた新たに好きになってもらえたらすごく嬉しいなって思うし、もちろんずっと変わらず、昔から変わらず NGT をずっと応援してくださる方ももちろん嬉しいし、なんかもしこうたとえ一回離れたとしても、また今の NGT は今の NGT でいいなって、素敵だなって思ってもらえたら嬉しいなって思うので、そう、嬉しいですね。頭にハート作ってる時もベレ、あ、そうそうそう、ベレで隠してた。ハート一旦封印してたから。そう、ありましたね、そんなことも。懐かしい。そうだ、でもあのハート意外と元気で、そのベレー帽の中に埋めた後も復活してた、全然潰れてなかった。そうだ、ベレー帽、ハートでベレー帽いけるのか。オンラインは参加したことないです。え、ぜひお待ちしてますね。いつでもどこからでも参加できるのがやっぱりオンラインのいいところなので、はい、お待ちしてますね。お仕事中の姿を見せるほどのものでもあります。いや、そんなことないでしょ。そんなことない。スーツ姿とか印象違って見える、え、あります。平日公演とかだとお仕事終わりにめっちゃ急いで劇場から見に来てくださる方とかもいらっしゃるので、なんかそうなるとスーツ着て公演来てくださる方とかもいるんだけど、え、なんかスーツだみたいな、なんかスーツだ、失礼だった、なんかいつもと違うってなります。そう、でもいいですよね、やっぱ違う姿を見るとキュンってする。しますから、オンラインだとあえて仕事着、あ、そうだったね、そうだそうだ。そうだそうだ。電池切れしてくると色味が変わる、あー確かにそれもあるね。横のボタンのタイプだとたまに色変わっちゃう、あ、もうね、応援振ることにね、あの必死になってると気づかない、色が変わってることにね。それはあるかも。オタク側も目立つことに命かけてます。だからいろんな服装の方がいらっしゃるのか。本当に面白いよね。本当に面白いよね。マックス時で泣きそうになりました。あ、確かにな。まあでも今の思い出いっぱい来るも、割と、まあ、NGT の昔からの曲の方が多いけど、でも本当にマックスだけは初めて来た人でも知ってたり、久しぶりに来た人でも知ってるし、
やっぱマックスっていい曲だよね。いい曲だよね。昨日の昼公演ペンライト電池なくなりそうで色変わってた。ああそうだったの。でもちゃんと見えたよ、ありがとね。そうなんだね。ヘアメイクさんって本当にすごい。いや本当にすごい。ずっとなんかさ、学校の先生みたい。ちょっとメンバーのことをちゃんと覚えててくださる。何年経っても学校の先生とかもそうじゃない。だってこれそれまでの間にさ、いろんな生徒さん見てきてるけど、でもなんか自分の教え子は覚えてるみたいな。なんかそれに近いかも。うん、嬉しいですね、覚えててくれるの。ユニット曲紫黄色振ろうとしましたが、推しとユニット丸かぶりで振れませんでした。おお、誰だ誰だ。嬉しい、いつでも振ってくださいぜひ。こっそりこっそりね。おしゃべり会スーツ着ようかな。え、見たいかも。ちょっとじゃあ楽しみにしてるね。スーツで行った子はハロウィン、ハロウィンの秋元先生の。え、待って、覚えてるよ。思い出しちゃった。やったね、そんなこと。いや、ハロウィン公演楽しかったよね。またやりたいな。またやりたいなって、まあハロウィンの季節にならなきゃできないんですけど。それはね。仕事着で食当てクイズ。お、面白そう。いいじゃん、いいじゃん。やりたい。挑戦させてください、ぜひ。以前平日公演刀剣で行ったら立ち見ほとんどスーツで不敬参加。いやでも本当にそうだよね。そう、特に当日券で来てくださる方とかはお仕事終わって、あ、この時間ならいけると思って当日券申し込んで来てくださる方とかが多いから、本当にみんな仕事帰りみたいな。確かにみんなスーツ着て立ち見してるとね、参観日みたいだね。確かに言われてみれば。9月14日出張先から事故直なので、スーツ。9月14とおしゃべり会でしたっけ。楽しみにしてます。ゆうちゃんのサイリムカラーが多くて嬉しいねえ。本当に嬉しいです。私もいっぱい見てるよ。やっぱお支え振ってくださってる方はね、見ちゃう、見ちゃうってか見るから、もちろん。見るから嬉しいですね。うちわにスケブにサイレム4本持ってる人見ると器用だな。いや本当に、なんか手6本ぐらいある。ぐらい。わかる、すごいよね。MC でみゆちゃん今日汗すごい出るって言ってみたら本当にすごい汗。え、でも今日はなんかいつもよりあんまり汗かかなかった。これでも、これでもね、いつもはもっと汗かい、なんかクーラー強まった。なんか私の自己紹介位置ってか、もう自己紹介も 全 MC が同じ場所なんですけど、私のポジションずっとあの上手の 0.5 なんですけど、変わらずで、あそこ本当にクーラーなくて、目の前に。そうだから、風一瞬も当たれない、どの MC になっても一瞬も風当たれないっていうポジションなんだけど、でも今日クーラーがその直に当たるポジションじゃなくても汗そんなすごい書いたわけじゃなかったから、なんか空調強かったかな今日。でも今日いつもよりかはかかなかったけど、でもやっぱこのポジションが一番汗かく。だからメイクさんも最近、あれ今日ってめっちゃ汗かくポジションって言われて、あ、そうですって言うと、めっちゃガチガチに前髪固めてくださる。もうね、メイクさんもそのポジションによって汗の量が違うっていうのを覚えてくださってるから。そう、なんかメイク、違う違う、昼公演終わって夜公演で髪の毛変えるときに、あれ今日なんかあんまり前髪崩れてないねって言われると、あ、今日違うポジションなんですって言ったりとか。そう、やっぱね、本当に違うの、ポジションによって汗のかき方が全然。そうなんです。今年のハロウィン何しようかもう決めてる。え、はいやー、すごい楽しみにしてますね。なんだろう。当日券のありがたみ、確かにね、お仕事終わりに行けるってなるのはやっぱそうだよね。スーツ着ない職業だからね、そういうお仕事もありますよね。そう、私のパパもそういうお仕事だから、スーツ着ないお仕事だから、そう、身近にスーツ着てる人あんまりなくて。だからすごい新鮮ってなる。
ゆうちゃんはすごい角度からの不意地レスがあるから気を抜けない。気抜かないでくださいよ、ちゃんと私のこと見ててよ、それは。そうですよ、いつどこでレスが飛んでくるか分かりませんからね。あの秋元先生はメンバーからも好評だったと聞いてる。だって覚えてるもん。いや面白かった。スーツじゃなくて僕は作業服なのでいいですよ、もちろんもちろんもちろん。普段なんかどんな姿でお仕事頑張ってるのかとか知りたいから、全然見たい。見たい。おしさいってステージから見えるの？え、もちろんです。おしさい振ってくださってる方にやっぱレッスンを多く送るからもちろん見えてますよ。やっぱそのペンライトが多いと嬉しいなって思うし、もちろんその数だけじゃないけどね、振ってくれてることにすごい嬉しいなって思うし、あのユニットだけ振ってくれてるとかもめっちゃわかります。さ、頭4曲やってる時、あれここに押しさえなかったよなみたいな。ユニットになると自分の押しさえが増える、出現するみたいな感じだから、そうだからユニットだけあ振ってくれてるってなったりとか、あと面白いのが今日負け の、 あの嫌いなのかもしれないに出てるメンバーを押してるファンの方とかは、あの嫌いなのかもしれないのメンバーって2サビから、あ違う2番からしか出てこないじゃないですか。だから1番の間は1番に出てるメンバーの再演を振ってたりとかする方結構いらっしゃって、そうだからその今日負け始まりました、私振り向くじゃないですか、振り向く、あ自分の推しさえおるって思うけど、2番始まって2番の頭後ろ向いてんので、2番の A メロ始まってこうやってだっていっぱい汗だって帰ってきたからね、前向いたら違うように変わってる。あれ？そっか、嫌いなのかもしれないの前は出てきたからか、本命が出てくるまでの間私の下振ってくださってるのとかも全部見えてます。いるんですよ。でも嬉しい、一番だけでもね振ってくれたりとかね、嬉しいです。確かに昼間は涼しかった。あ、やっぱそう？今日なんかクーラーね強かったかもね。単色祭がメインやけど、みみのいないユニットのために多色持っていくべきかも。ああ確かに、でもそうユニットだけ違う、ユニットの時だけ自分の推しさえ振ってくれてるとかだとやっぱ嬉しいなってなるから、そのどっちでもいいと思うけどね。全メンバーのサイリウムカラー覚えているファンの人見たら俺はまだまだなの。でも確かにそうやってさ一瞬でさサイリウムの色変えられるってことは、つまり把握してるってことだもんね、誰が何色かって。いやそう思うとすごいよな、すごいな。私の推し彩が紫と黄色だって覚えてくれてるってことじゃんね、振ってくれてるってことは。冷静に考えてすごい、ほんとめっちゃ嬉しい。ツインコロネかわいい、ありがとう。そうだこれツインコロネって言うんだ、確かにそうだ、嬉しい。客席はもうめっちゃ冷房当たる席ある。いやそうだよね、だいたいそのやっぱクーラー置いてある場所変わんないからさ、その正面とかじゃない、反対側の正面とかじゃない。俺もスーツじゃなくて制服だから、ね、制服でもさ制服着てさおしゃべり会とか参加していいものなの、どうなんだろう。いいならぜひ。いいならぜひ。気抜かなかったからレス来た。あ嬉しい、ありがとう。なんか常に見てくれてるって思うと私もいつでもレスをくれるなって思っちゃうから。いっぱい送っちゃいますね。本日昼公演の4号はからの当日、えそうなの、合間に仕事挟んできたん、すごっ、です、ありがとうね。私次は公園でみゆちゃんから一瞬たりと目を離さなくなるのかな、えぜひ。ぜひお待ちしてます。社名の入った作業服はハードル高い、確かにね、見バレしたくなかったらちょっと避けた方がいいかもしれないね。誰の生誕って着てるかも分かります、とてもとってもよくわかります。お見送りとかの前にちゃんとわかります。耳からのマクレスはいつかもらいたい、え？いつでも送るよ、あ今日も送ったよ。
1番2番で変えることたまにあるけどバレてるんで見えてる見えてる。しかもその後ろ振り向いてたりとか前向いてたりとかだからめっちゃ面白い。あれこと振り向いた瞬間に気づく本当面白い。ちゃんと見えてんだからそうでも逆にその今まだはけてる状態のメンバーもお祭で待ってるタイプの方もいるから、あーなるほどねってなったりするそうどっちがいいとか悪いとかじゃないからさ、そう待ってんのかって思ったりする。今この子出てないよな、あ待ってんのかってそう声の時いつも耳しか見てないよ。え知ってるよ、めっちゃ見てくれてるって思ってるよ嬉しいよ。前半後半アンコールで色変えてる時期もありました。あー確かに。でもさあるよね、その2部制だった時にさ一部はこの子の生誕T着て換気休憩の間に着替えてみたいな人いたじゃないですかそう考えたらね、その T シャツじゃなくてそれのサイリウム版って考えたら全然そういう方もいるよね、うん、サイリウムのメモリー機能万歳。あやっぱそれ使ってる方いるんか、すごいな。だとしてもすごいよね、いまだに把握してないメンバー多い。いやそうだよね、私も4期のおっさんあんまちゃんと分かってないな。分かる子もいるけど分かんない子もいるから、まあ今いるメンバーは大体分かるけど、そのサイリウムの色見て誰とか分かるけど気に入った出演メンバー見て事前に風呂色決めてる。えすごっ。でもさ今ってさもう誰がどのユニット出るか分かんないじゃないですか、当日にならないとだから出演メンバーで見て決めてても実際違うとかないユニットごとに一人推し決めてその人の色だけ覚える。あーやっぱでもそういうことだね、事前に覚えてこの子の風呂って決めてってことですよね。そうだねおっさん把握していてもメンバーポジ変わるとパニック。やっぱそうでしょ、そうだよね。そう思うと今の思い出いっぱいはそうですよね当日まで誰がどのポジション出るか分かんないもんね。確かに推しが同じユニットだとどっちにするか一瞬悩む。それは推しの裁量も振ってもろってそこはね、あとまあこう後でとかだと2人だからさ、2人の推しさを振ってくれてる方とかもいたりします。ずっと見てくれてるなってのは分かる、めっちゃ分かります、それもちゃんと分かる。そうやっぱ視線感じるから視線感じるからさ、そのやっぱレス送る上でさ、送ってもこっち向いてくれてなかったらさ、なんか誰に送ったんだみたいになっちゃうじゃないですか。だからその何、自分のレスをやっぱ回収してくれる人がいいから送る側もって思うと、なんかちゃんと自分のこと見てくれてる人にレス送りたくなっちゃうなとは思いますね。うん、そうだから逆に自分の推しサイとか振ってなくっても目の前にいたら見てくれてたりする時とかはもちろんレッスン送ったりするしって感じかな、うん、柱席だったのにレッスンくれたのは嬉しかった。いつでもどこでも見てますよずっとみゆちゃんの推しサイで待ってる。えユニット中とかも、えそうなの、ありがとう、見れてないのに公園みゆちゃんへ一生懸命レスしてる。いやそうだ、みんなが私にレスしてくれてるってことだもんね、常に私のこと見てくれてるってことは、つまりね、だから私がレス送った時にそのちょうどお互いのレスが向き合う瞬間ってことですね昼公演の時お主催の一覧を印刷した紙を前の座席のクリップに挟む。すごっ、待って、そんな機能的な使い方あんの、そのクリップにあれって番号の札挟んでるだけじゃなかったんだ。えそんな人いるの、それ天才だと思うすごい。でもファンの方で作ってくださってる方いますよね、一覧ね、見てるちゃんと。すごい、しかもなんかあのコールする時の呼び名とかまでね、つけてくれてたりとかね、あれ配った方がいい
あれ初めて劇場来る人に配った方がいいと思うよすごい発散、すごい、そんな有効活用の仕方できるんだすごすぎる自己紹介に立ち入って、あ、確かにね、そっかそっか、だいたい何のユニット出るかそれでわかるもんね。目線で他の人見てるってわかる。え、わかりますよめちゃくちゃわかりますよ。あ、今こっち見てなかったなと思います。はい、見てお支え振ってでも突破してくれると助かる。待て待て、どういうことだ。あ、でも違うお支え振ってても、まあ、レスを送ることもありますよ。だから気抜くな半分がいないのにセンターにみーちゃんがいないと目が迷子になるでもそれぐらいそこのポジションは私かはるかがどっちかっていうイメージが強いってことですよね。いや、それは嬉しいことだけど、でも私が違うそこ以外のポジションやるとき必ずはるかがいるとは限らないからね。そう、いろんなポジションやりますよこれから推しが勢ぞろいする公演どうしようか頭抱えてる。どうすんの、どうすんの勘違いレスじゃなくて自分へのレスを持って言う。え、そう、逆に勘違いだと思われたらすごい悲しい。あの、なんか告白したのに告白だと捉えてもらえないみたいな、ふざけた告白したと思われるみたいな、なんかその感覚に近いですね。私はちゃんとレスを送ったのに勘違いだと思われてるのってなりますめっちゃ今うまい例え方した。ほんとそう、ほんとにこれちゃんとあなたに送ってるんですけど、なんで私の気持ち気づいてくれないんだろうってなります今日の夜会みみさんに釘付けになって嬉しい。だって真正面だったもん真正面だったからお支え振ってなくてもちゃんと見えてたよ、見てたよ見てたよ。クリップにスタッフさん注意さ、あ、挟むと。そうなんだ、やっぱそれ使っちゃダメなのね。生誕祭で生誕員の人が配ってくる袋をクリップに引っ掛けたらスタッフさん注意さ、あ、やっぱダメなんだ。そうなんだ。背中にお支え一覧のった T シャツ出して前の人に着てもらうってこと。挟むのがダメなら、え、それいいじゃん全員で協力。もう今度から生誕 T シャツの後ろさ、それにしたらいいんじゃない全員統一、もう年齢とかじゃない、今年齢じゃないのか、名前なんかちっちゃく書いてあるんだっけ上に。全員それにしたら、そしたらだって街で歩いてる時とかも超アピールになるよ。お主催街の人に覚えてもらえるいいじゃん押し焼きスタンプラリー妙高、妙高高原、妙高高原パネル取ってきた。妙高高原萌えちゃんかな、ありがとうございます。全部自分へのレッスンだと思ってます。正しい正しい。あ、でもコンプリートしてくれたのありがとうね。じゃあちゃんと上越妙高も言ってくれたってことだ、ありがとうございます。みえちゃんの声の安眠効果を実感して眠いよね。だって明日からお仕事とかね、3連休が終わっちゃいましたから、明日からお仕事の方も多いだろうし、寝てくださいね。逆に勘違いしたいぐらいレス来たか自信ない。え、どういうこと。あ、勘違いしたいくらいレスが来たか、ああ、そういうことか。レスが来なさすぎてってことね。そんなわけなくないレスした時のファンの反応も千差万別。面白いよ、すっごい面白いよめちゃくちゃ反応してくださる方もいるし、びっくりすることもあるし背もたれで見え、確かに見えないわ
レス送った隣の人がリアクションして違うのにって思うことない。いや別にないです。なんかなんならラッキーぐらいなんならラッキーぐらいじゃない。もちろんなんかあなたに向けてレス送ってますよもあるけど、なんかもうみんなに向けてレス送ってるので、そうだから勘違いとかじゃないよって、あなたも含まれてるよみたいな捉え方の方が正しいかもしれない。最善引いたらおしさい迷子になってパニック。ああ確かにね、もう見れないね背中のやつね公園入ってたら自然と推しじゃなくても色覚えてくる。まああそれもあるかもね。だってそれ私もそうだもん。劇場立っててなんかもうパッて見て誰の推しさいが今日多いなとかももちろんわかるし、そういっぱい公園に立ってて、最初だから3期生が公園デビューした時リバイバルの時とかはあなんかあんま見たことない推し才がいるって思ったけど、もう今じゃちゃんと全員の分かるし、だから4期もこれからそうなっていくんだろうなって、一緒に出て多分推し才の色まだちゃんと全員のは覚えられてないけど、多分一緒に出たら覚えるのかなって思いますね。生誕人のデザインの部分色が3色し、あ確かにそうじゃん、背中は自由無理、それはずるいわだったら表面も自由な色使わせてってなりますよねめっちゃ忘れてた、そうだった。じゃあすごい非現実的なことでしたね。背もたれで見えないとかの以前の話でした友達連番で入った声で耳からレス来た時2人で今のレスは俺のだかわいい、とりあえず1個ちゃんとどっちもに送ったちゃんとどっちもに送ってるよ。面白い。昨日は生誕 T シャツでお出かけして、え嬉しい、ありがとう、私のことを広めてくれ。どうしようこれで違う人の生誕 T シャツだったら悲しいこれは常に耳や目でありがとう。私もいっぱい見るねむしろ明日から休みなんだけど公演がごめんね、平日公演がね。でも24にあるので、もし平日来られそうだったら来てください。今日はみゆちゃんにどう思われてたのか、どう、え最善にいるじゃんって思いました他のファンにレスしてる姿が可愛すぎて実質自分へのレスだと思った。えそれさ、私前言いましたよね、なんかネイルサロンに行った時になんか男性アイドルグループをなんか応援してる方が私の真後ろでなんかネイル受けてて、そうなんかもう推しがファンの人にレスを送ってるところを見れるのが幸せって言ってたんですよ、その人。まさにその状態ってことですよね。嬉しい、ありがとうありがとう。みゆちゃんのレスは分かりやすい感じするけど、あ本当に、でもちゃんとあなたに向けて送ってますってやるから、あんまりなんか隣の人がとかないけど、うん、じゃあ全部自分へのレスだと思い込む、それが正解です連番した友達がみゆちゃんの声癒される、え嬉しい、ありがとう、いっぱい声聞かせるね、いっぱい会いに来てね嬉しい、やったー。もうね最近ね多分みんなの耳が慣れすぎて私声について何も言われなくなっちゃったので嬉しいです、ありがとうございます。もう最近自分の声で言われることなんて、お見送りの声でかいしか言われないから、声かわいいとか本当言われなくなっちゃって嬉しいです、ありがとうとりあえず紫と黄色だけ覚えてもらえば大事、確かにそうだね、それ以外のものはもう覚えなくてもいいかもしれない一昨日のマリナさんとイソナノのおっさんは紛らわしく、あ、え、それちょっと思いました。DM 見てて、やっぱピンク紫と赤紫、いや、あるんですよ。かつてね、私も紫黄色と青黄色がマジでわかんない。しかも青黄色が力だったから、同期だから、もうさ、でもどっちも押してくださる方とかもいるわけ。もうわかんない、本当に。だからもう自分のおっさんだと思うようにしてた。青黄色も。もうどっちか分かんないからとりあえずレス送っちゃえみたいな
もうね、それがでもいいじゃん、自分にとっても。自分、そう、みんながこれは今自分にレスが来たと思うのと同じように、この推しさえは自分のだって思い込むことって大事なんですよそう、どっちもお互い様です、本当。でも分かる、色似てるとね、そうなんですよ、あるあるなんですよ。そう、自分の前に他推しの人が座っててレスくれた時、その人も喜ぶ、かわいいでもある、実際本当私のファンの方が前後で並んでたりすると、もうどっちもに送ってる、本当に。もう2人同時に受け取ってって感じ確かに横だけじゃん、横より前後の方がねあるかもね、うん、昨日一日生誕 T シャツで過ごした、え、嬉しい、ありがとう、嬉しい、珍しかったわけじゃないけど嬉しい。対角線にいても気抜かないで、ダメ。レスしてる姿も可愛くて好きなの分かる、嬉しい嬉しい。でもちょっと照れちゃうね照れちゃうね、あ、こういうレス送るときこういう顔してんのかふふふって思いながら見てるかもしれないじゃないですかちょっと恥ずかしい、ね、今日の昼は赤2列目、赤席2列目ね、そりゃめちゃくちゃ前だ。声には慣れた嬉しいけど声が可愛くてでかい、でかいんかいでかいんかい少し前から配信の喋り方が日向に似てきたなって思う、それ私ちょっと自分でも思ってて、実はちょっとだけ、こんなこと言ったら怒られそうだからあれだけど、ちょっと実は思ってました、すごいすごいって言っちゃったえ、そうなの。でも私が日向さんの配信めっちゃ見てたかって言われたら別にそうでもない、そうでもない、まあ、見てたけど、見てたけど、なんかもう全部見てたわけではないとか、まあたまに TikTok ライブたまたまこう見てたら、あ、ライブやってるとかもあったから見たりするけど、別に意識してやってるわけではないないけど、なんか私あの人の可愛いなって思うところを真似しちゃう癖があって、そうやって生きてきちゃったんですよ。なんか自分やっぱさ、そのモテたかったからモテたかったから、なんかさ、可愛い人の真似をすれば可愛いって思ってもらえると思ってたんですね。そうだから、あの小学生の時に足の速い子の走り方を真似したりとか、いいとこ、人のいいところを自分のものにしようとする習性があって、私なので、だから日向さんの喋り方もなんかだんだん似てきちゃったのかもしれないし、あとなんか笑う時に口元隠すのもつぐみさんに似てるって言われるんだけど、私絶対そっから来てると思うの。なんかもう今でこそ自分の癖になっちゃったけど、なんか絶対それも多分つぐみさんのこと見てて可愛いなって思ってたら、なんか自然と真似しちゃってたのかなってすごい思う。そうなんですよ、え、実は思ってた自分でも、すごいそうなのか、なんだろう、でもどこが似てるって言われたらちょっとわかんないけど、それはね、実は自分でも気づいてましたS も嬉しいけど、みゆちゃんが楽しそうにしてるのが見れるのが、嬉しい、みんな優しいね、本当にみんな優しいね、今サホちゃんでね、そうなの。だからサホリンと一緒に公園出る時にはちょっとあのサホリンのお下を振ってても私だと思っちゃう可能性があります、ご了承ください黄色緑が黄色に見えてひなたんのお下を振ってる人いると思ったら萌えちゃん、あー、はい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 、確かに水色、あー、水色黄緑と水色黄色ね、え、確かに見えるわ、やっぱあるよね、色似てるとね。そう、カメラの隣の席だとバクレス気分になるので好き、まあでもすごいカメラにレスするかって言ったらそんなでもないから、そうです、やっぱもちろんね、その DMM で見てくださってる方にもレス送るけど、
なんか何よりその場に来てくださってる方にまずは楽しんでほしいって思うので、そんなすごいレッスンを送るわけでもないかなと思うけど、だからカメラの横だから自分めっちゃレッスン来たって思ってるってことでしょ。違うって違うって、カメラにレスしてると思わせて、ちゃんとこっちがメイン、こっちがメインで、そのなんていうの、あのカメラで抜かれてるタイミングで確かカメラ側にレスを送るけど、でもカメラに直接レスを送ってるかって言われたらそうではないです。だから例えばあの後での2番、防空の隣にくっつきながら応援をありがとうの時に、いつも上手の5番にいるんですけど、下手のカメラから抜かれるんですよ。そうでもあれはあの時にだからいつも下手側を向くんだけど、そのこうやって手振って、でも別にカメラに手振ってるわけじゃないの、下手の人に手振ってる。そうなの、だからカメラの近くにいるからレスが来てるんじゃないよじゃないよ。そうなんですよ、ちゃんとカメラの近くにいるファンの方にレスしてる。それでまあなんかその DMM で見てくださってる方にも、あ自分にレスが来たなってなんか思ってもらえたらいいなって感じと思って、まあ、カメラの近く、カメラ側にレスは送るけど、そうカメラにレス送ってるわけでは実はないです。だから本当にカメラにレス送ってるのは、あの心に太陽のラスサビで一列になった時にこっちの上手のあの無人のカメラに一番近くになるから、そこの時だけ一瞬カメラの向くけど、それ以外は基本カメラにレスはあんまりしてないですね、うん、そう。わーレスしてる、可愛いって気持ち、嬉しい、よかった、そう思ってもらえるならやっぱ本当にさ思ってるの、日向さんに似てるって。えどこが、でもどこがって言うと分かんないんだよね。そうめっちゃ日向ちゃんってなるときある。え本当に、みゆちゃん8割日向2割2割日向さんが住んでるってこと、私の中に。え本当、さっきの嬉しいですのところの怖い、怖える、そうかも。自分がみーちゃん見たくなるってことはそういうことか引き寄せられてんだな話し方の雰囲気ひなたを感じるようになった。それはさ最近、いつぐらいから、どれぐらい、いいことやん、嬉しい、ありがとうございます。いや怒られるかと思ったいや怒ってる人もいるかもしれない、それは本当にごめんなさい本当にごめんなさい。そうですよねっていう時ひなたに言ってる。うわーそうなのか。くしゃみの時の手は誰に似たの、別に別に、だからあんま人のくしゃみ見ることない。でも今日公演中に、声の合間後で終わって空き缶着替える時かな、公演中にくしゃみを連発したらすごいめっちゃメンバーとかメイクさんとか一緒にみんなに見られたそれ今のくしゃみみたいな。それはとってもいいマネだよ。あ、よかった。ありがとうございます。でもなんかね、今日ね、たまたまね、ツイッターで流れてきて、これは他のグループさんのアイドルだったんだけど、アイドルさんだったんだけど、なんか笑うときに、そのこうやって笑う、もうそこが本当に好きみたいなツイートが流れてきたんですよ。なんかこうやって笑う女の子が好きみたいなツイートが流れてきて、ほう、そうなのかって思いました。なるほどって思いました推しが楽しげなのが一番、ね、嬉しい、ありがとう。今日はみゆちゃんがなぎちゃんに写真を、あそうなの、あの夜このツインにしちゃうから髪の毛変える前に写真撮りたいと思って、そう今日がねなぎくんハーフツインしてて、私ハーフツインの女の子大好きだからなぎハーフツインしてるやんと思って、今日もともと私もハーフツインしようと思ってたから、なぎにお揃いにしていいって言ってお揃いにしたんだけど、でも昼公演前写真撮れなかったからこりゃもったいないと思って、あのそう
一緒に写真撮りました。下なぎはなんか急に猫ミームし始めました。怖い、怖かった。そう、一緒に写真撮って、なぎのスマホでも写真撮って、その後ありがとうって、じゃあもうこれで心置きなく髪型変えられるなって思って、私退散しようとしたら猫ミームし始めて、怖い。いや嘘です、可愛い。そう、ちょっとね面白いんだよね本当に。客席優先してて、そうなんです、カメラに実はほとんどレス送ってないって言ったら、それもそれでどうなってなりそうだけど、そうみやちゃんのチャットを見た、ルアちゃんの反応、あーうんとね、そうなんかルアちゃんが自分のチャットでなんか私のあのチャットは投稿多い方ですかみたいなの聞いたらしいんです。そしたら耳が多いって言われたらしくて、そうで、みみえさんって普段 どれぐらい送ってますかって言われて、でも数じゃ分かんないか、私もう無意識、チャットに関しては本当に無意識で送ってるから、1日に何個投稿しようとか考えずに送ってるからさ、え何個って言われたら分かんなくて、でも見ていいよってそのまま見せました。そうでもみんなの返信とか見れないから、そうあの返信が見れるページと別なんですよ、私のチャット投稿するところと。そうだから私の投稿はもう私しか投稿してないページだから、それを見せたんですけど、そしたら、あなんかこういう感じなんですねって言われた。なんかなかなかね、人にチャット見せたことないメンバーに、だからそうドキドキ、でも変なこと書いてないからいいかなと思って見せました。今日も優しくとだった。今日も優しくしてくれて、あざして、こちらこそまた来てね、絶対に、ありがとうね、楽しかったよ。カメラが大好きなメンバーも、確かに確かに、カホはめっちゃカメラにレスしてたね。これもね、なんかそれもそれでいい見せ方だなと思うしね。そう、私はあんまりやらなかったから、そう。身長高くて良かったことは、立ち席の一番後ろでもよく見える。あ、それはいいね。そうね、私も身長が高いおかげでパフォーマンスが大きく見えるって言われるから、このアイドルのこの現場で高身長が生かされるのはいいですね、お互いに。いいですね。みえちゃんは可愛いと綺麗とかっこいいが共通。嬉しい、ありがとう、嬉しい。くしゃみのお手て最近だよね。そうかな、そうかもしれない。てか最近やっぱクーラーをつけ始めたことによって、くしゃみ配信中にくしゃみをする回数が格段に増えたというのが原因だと思います。ちょっと低くなるときに似てね、わかる。日向さんに似てるところでしょ、喋ってるときに急に低くなるところでしょ、絶対それだわ。マリナ5割、ツグ3割、ひなた2割。え？私ですか？え、もう私いなくなっちゃってますけど、それ。マリナ5割、ツグ3割、ひなた2割。私ゼロやん。でもそんななんか素敵なメンバーさんのいいところ、こうやって、よいしょよいしょってして、私ができてるってこと？だとしたら私最強メンバーじゃない？だとしたら私最強じゃないですか、そんなメンバーのいいとこ取りだなんて。嬉しい。研究生は髪型変えてね、そうなんですよ。3期はねもう髪型自由になったし、4期生はなんか2種類あるのかな、髪型が。そういいよね、かわいい、新しい魅力が見れていいですよね。なぎちゃん、みえちゃんのこと大好きっ子だからね、嬉しい、本当に。私がなぎのこと大好きだからな、もうど初期から。だって初めての後輩とのインタビューなぎ指名するぐらいだから。そうですよ、でもあれからもう半年ぐらい経ったのかな、そう思うとね、なんかもう最初から可愛い子だったけど、そのオーディションのショールームやってる頃から可愛い子だったけど、さらに可愛くなりましたね、誕生日も迎えたし。
あ、チャットね、そうなの、みんなの返信見れるのは別なのよ。だからあのたまに何の話だっけってなっちゃうけどそうだよ、なんかみんなの返信は見せたりしてないから安心しなってさすが一気オタク、いやだって最強じゃない、ぞとしたらね以前はユキリに似てると言われたこともあって、うん、そう、この前も花さんに言われて、え、やっぱ私ってすごい最強なメンバーじゃない自分がないんかって思われるぐらい私はどこってなりそうなぐらいだけど、嬉しいな本当に。なんかこの人に似てるって言ってもらえる人が全部素敵すぎて、なんかもう本当申し訳なくなるぐらいわっプレゼントでで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 、で、あ、飲んでなかった、ありがとうございます次は後輩の可愛いところから盗まないとね。いやいやいや、それは逆にちょっともう、あの、盗んでもらえるぐらい、盗んでもらえるぐらいにならないと、私が、みゆちゃん見せるとユキリに似てるってよく言われる。 やっぱそうなの、それも本当に最近よく言われる、最近だけじゃなかったりもするけど嬉しい、その似てるって言われる人がみんないい人だからといいんですかってなっちゃう。だから逆にこれから後輩がね、私を見習って例えば何かした時に耳に似てるって言われて、でもえ耳さんかってなったら嫌じゃん。だからそれだけは本当にそう思われないようにはしたいなって思いますね。そう、耳に似てるねって言われて喜んでもらえるぐらいの人になんないとなって思うだから全然そのなんていうんだろう、ま、真似されるというか真似していただけることは本当にすごい嬉しいことだと思うんですけど、その真似し、ま、真似っていうか、まあ、似てるねって言われた時に喜んでもらえる人じゃないとね、え、あんま嬉しくないって思えたらね、悲しいからだから私はそれがないの、自分に似てるって言ってもらえる人がみんななんかもうレジェンドみたいな人たちだから、へーみたいな、嬉しいですね最近はメールの返信もチャットで返して、え、全然ですよ、全然お待ちしてます。何に対しての返信か分かんない時あるけど、でも読めば分かります、自分が何送ったかね、覚えてるからね。そうそうそう、知らなかったの、ほんと最強アイドル、嬉しい、知ってたありがとうございますリリカが盗んでるじゃん、盗んでるのか、あれば、まあ喜んでくれてたらいいけどね私もことあるごとにユキリに似てると思う、本当に本当に嬉しいね、うん、マリナさんぐらい真似されないといけないなんかでもそういうさ真似の仕方ではなくない、なんか私にさ、じゃあなんか特徴があるかって言われたらそうじゃないと思うね。だから逆にリリカが真似できんのすごい、私そんな特徴ある人間じゃないから、むしろ全然真似してくれて嬉しいけど、嬉しいし自分でもちゃんとわかるじゃん、うわ待ってそれやっちゃってるわみたいな、だからすごいよねそう思うと、人間観察力、私本当にモノマネ苦手、今日もちょっと賛成しなくて静かに食って、本当にモノマネ苦手すぎて、すごいなみんなみやちゃんに憧れてる後輩結構いると思うけど、本当ですか、まあ、憧れてもらえるようにねなるのが目標なので、いろんな人の可愛さを学んで今の耳ができてる、え、そうですそうですよ、はい、自分が可愛くなりたいと思って可愛い人を研究しているので、はい兄ちゃん可愛さを極めすぎてお手本にしても後輩そう簡単に盗めなさそうまあそれぐらいね、なんかブランディングがあるといいですよね全然ないですけど、全然ないですけど、
そうなれたらいいですね。みえちゃん特徴ありすぎだよ。え、待って、どの辺がえ、どの辺がですか。スエさんにも真似されてたことあって、まあ確かに確かに。オフライン会でみえちゃんの所作をコピーして挑むか。え、いいの、そんなこと言っちゃって。楽しみにしちゃうけど、モノマネになると静かになるよね。ちょっと存在感消そうと思って、だからお願い当てないでって思ってる、いつも。できないできないってなります。れいちゃんのまりちゃんのモノマネは、うん、似てると思います。てか、うん、わかる、わかる。可愛くなりたいっていう向上心の塊ってことじゃん。そういうことにしておいてください嬉しい。メンバー何人みゆちゃんのモノマネできることか。確かにそう言われると結構真似はされるか、されるか。みゆちゃんの真似するリリカの真似をしてみる。やだちょっとやだ恥ずかしくなる、それはそれで。いやすごい、だからみんな、みゆちゃんの小芝居する時の声がめちゃく、待って待って待って、小芝居って何、いつ、私いつ小芝居してた怖いよ、ドキドキ。耳はいろんな48のメンバー見てきてるから、モノマネの特徴を捉えそうだけど、なんかでもそれ、私多分例えばそれをなんかモノマネとしてっていうかさ、なんか自分に落とし込んじゃう。それこそ喋り方が日向さんに似てるとかもそうだと思うけど、なんか自分に落とし込んじゃうから、なんか人のモノマネがもうできないのかもね。気づいたら自分のものになっちゃって最悪だなそれはそれで嫌だな、ひどい今度 MC で耳のモノマネ選手権やってくる。あ、じゃあそれはぜひ、なんか生誕祭とか、私の生誕祭とかにじゃあみんなでやってもらいましょう。それは気になるわ。確かに小芝居してるの、した覚えないから怖いと思ってんだよ。いつ？いつのどの瞬間小芝居だと思われたんだろうしかも小芝居してる時の声ってどれモノマネとしてではない、そうなの。でもなんかその、例えばね、その人の特徴あるところを自分にまあ落とし込んだとして、でもなんか真似してると思ってやってるわけでもないの。なんか気づいたら似ちゃう一緒にいたらなんか吸収しちゃうなんか行動似てきちゃうみたいな、流されやすいのかな。なんか自分のもなんかこの人の真似して自分のものにしようって意図的にやってるわけでもなくて、なんか気づいたらなんか真似しちゃってる、なんか似てるみたいな、に近いかもしれない。だからなんかそのモノマネしてるつもりもないし、しようと思ってやってるわけでもないし、そうなんです。方言とかすぐに移りそう。あ、確かにね、環境に流されやすいってなったらそうかも。喋り方とか似ちゃうかも。え、それめっちゃありそう。絶対にある。そう。いや、喋り方ね、絶対にそうだと思う。だから、あのいい素敵な喋り方をする人と一緒にいたらいいってことですよね、きっときっとね。なんか使うワードがさ、なんか全部こう素敵だなっていう方っていらっしゃるじゃないですか。言葉が丁寧みたいな、きっとそういう人と一緒にいたら私もそうなれるんだな思うね。
一緒にいる時間が長いと喋り方に、うん、そう、確かにつぐみさんもひなたさんもスモア一緒にやってたからな、それもありそうだね。そう、喋ってることが多かったから、うん、耳が虫で小芝居するとき、あ、そういうこと、 MC 中の話、エコーかかったり照明変えたりスタッフさんも楽しみにしていそう。いや、これでも私の時に限らずですよね。本当になんかスタッフさんの対応力って本当に素晴らしいですよね。照明グイーンって急に動いたりとかさ、マイクエコーかけてくださったりね。昨日のサンキューもね、そうだったよね。エコーかけてくださって本当にすごい。あ、関西弁とか映っちゃうのかな。みゆちゃんが博多弁とか使ったら絶対に可愛いと思う。わあ、それは使えるようになりたいけど、さすがにエセって言われるよ。そんな風に言われたらそりゃ博多弁、いや、わかる、博多弁ってほんと可愛いよね。そりゃ使えるようになりたい、自分のものにしたいけど、さすがにね。さすがにちょっとね。京都弁とかの意味、京都弁ってあんま分かんないけど、そうなのか。最後にはななみが回収してくれるから、みんな心置きなく小芝居、小芝居する前提なの。あずとい部門の時は照明さんの出番。でもすごい本当に、あの照明さんとか音響さんとか、なんか皆さんのおかげでその可愛く見えるが増して見えるよね。増して見えるよね。エセでも可愛いものは可愛い。え、そうなの。じゃあ使えない。身近にいなかった、使ってる人が、残念ながら。あー、ゆいはんさん京都弁、あ、そうなんだね。私は広島弁が好きです。広島弁ってさ、何々じゃけみたいな感じ、わかんないからな。受付でヨンキちゃんと話してたら西川花ちゃん思い出したって言われた。あー、関西弁ね。いや、わかる、それね、あって、NGT にもその関西からいらしてたスタッフさんがいるんだけど、そう。でこの前音楽の日の時に、あのいろんなグループさんが一緒だったじゃん。で NME さんのマネージャーさんが女性の方で、あの、まあ、関西弁だったんですけど、したらすごいなんか思い出した、なんか懐かしい気持ちになっちゃった。あるよね、でもなんか方言で思い出すみたいなね、うん、みゆちゃんの真の可愛さは誰が真似しようとしてもできない。なんかでもここまで来るとさ、なんか分かんなくなんない、何がっていうの。そう、だからこれ、こういうところが誰々に似てる、誰々に似てるんだ、嬉しいけど、そのもちろんね、しかも似てるって言っていただくことがさ、もうなんかすごい人すぎて、そんな、なんか申し訳ないみたいなくらいに。だけどもうなんか、だってさっきもう私ゼロだったじゃん、割合が。もうだからそれぐらいさ、もう、え、じゃあ私の本当の可愛さはどこから来てるの、私の本当の可愛さは何なの、ないのみたいな、結局全部なんか人から吸収したものでできてるのみたいになっちゃうじゃないですか。わかんない、わかんなくなってきた。新潟のイントネーションもかわいい。あ、ね、ハサミ、ハサミ、包丁、包丁、そう、なんか最近すごい迷う、ハンカチ、ハンカチ迷う。あ、やっぱジャケ広島弁なんだ。うん、新潟弁はな、なんか新潟弁だと思って使ってないことが結構多いからな。いや、わかるはわかるよ、そのだっけさーはめっちゃ新潟弁だなって思うけど、別にそれを使うわけじゃないじゃん、じゃなくて
なんか日常的に使う新潟弁はなんかもう気づいてない、気づかずに使ってる新潟弁が多いから怖いよねしかもあんま可愛いとは思わないっていう、もう唯一無二だよ。あ、もうね、もはやいろんな人のいいところを吸収した結果私ができてて、それはそれで唯一無二ってことね。それは嬉しい。みゆの一番可愛いところ、曲振りやんその美女の可愛さはどう考えたらみゆじゅう、まあ確かにこれはもう私でしかないですからね。それはそうだそれはそうだ。九州前の初期から推している子さんの皆さんがいいところを教えてくれる。あー確かにね、九州前のでも確かに初期はそうね、何にも染まってないって言ったらあれだけどまだ私ができてない、人間性としてできてない時みたいな確かにね。いやでも思う、そう思うと初期の頃の自分見るとなんかちょっと違う人に見える時ある。配信の中での喋り方とかもそうだし、そのなんか言葉遣いとかも含めて、うん、違う人に見えると思うくらい。確かに九州前と今とではちょっと違うかもね。耳にしかない魅力があると思います。めっちゃいいこと言ってくれたのにめっちゃ私が読むのに噛みました、すいません嬉しい、ありがとう、そんなこと思ってくれてんの嬉しい。その辺の新潟のイントネーション、え、その辺、その辺、え、靴、あー服、靴、服、いや服、え、もうほらね、どっちが正しいかって分かんなくなってくるでしょ。新潟弁ってそうなんですよね。もしだったら、あ、え、もしだったらって言わないの。もしでしたらよろしければ丁寧な言葉を使えばいいのかな。もしだったら、そっか、初期感受性高くてめっちゃ泣く子、ふん、まあそれはね、今でも変わらないんですけど、さ今でもあんま変わってないんですけど、でも小学生の頃から可愛さ追求してたでしょ。うん、そうだよ、人の可愛いなって思うところ盗んでた。そう、え、そうだね、ちょっと違う話になっちゃうんだけど聞いてほしくて、なんかそのメイクさんでね、なんかメイクさんの知り合いでなんかご飯屋さんをやってる方がいらっしゃるらしくて、そのご飯屋さんで働いてる人がなんか私と同級生だったんですって。そう、私はその方にお会いしたわけじゃないからわかんない、メイクさんから聞いた話だったんだけど、そのメイクさんのお知り合いのご飯屋さんで働いている私の同級生がなんか NGT に入る前からなんか有名だったみたいな言ってたんだって。なんかミミュー、そう、なんかね、 NGT の話になってNGT で一人知ってる人いますってその子が言ったんだって。で私の名前挙げてくれたらしくて、そう、 NGT に入る前から有名だったって言ってたよって言われて、え、怖い、どういう有名って聞いたら、え、可愛いで有名だったって言ってたよって言われて、えって言われて、そう、全然そんなことないと思うけど有名っていうほど。でもなんか聞いたらその人は高校の同級生らしいんですよ。でも高校ってさ、めっちゃクラス多かったりさ、学校が大きいからさ、なんかそのめっちゃ仲良くしてた人ってわけではなさそうで、多分なんか、まあ、同級生で知ってる、私のことを知ってるみたいな感じなのか、なんか会ってみないとわかんないけどらしくて。そう、でもなんか高校の時にはもう NGT のオーディション、1期生のオーディション受け終わった後だったし、そう、なんかもうだからアイドルになりたいと思って生きてる、藤崎美優に出会ってるからその人は。そう、だから
なんか可愛いで有名だったらしいんですよ。初めて聞いたけどって言われたの、メイクさんに。そう言ってたよって。だから、まあ、その高校時代の可愛いは多分その学生時代に培ってきた可愛いの、いろんな人からもらった可愛いの積み重ねとか、あとは普通にアイドル好きだったから、なんかいろんなの見てアイドルの可愛い部分を、もう自分がアイドルになりたいと思ってたからね、もうその頃から多分、じゃあアイドルになるために、アイドルで可愛いって思ってもらうために、なんかこうなろうみたいなのを多分自分の中で作ってたから、そう見えたのかもしれない、ね、そうらしいです。嬉しいけど本当って感じ本当って感じだけど、声も可愛いし所作も可愛いし、別に誰に似てるか、誰に似てるから好きとかじゃ、嬉しい、ありがとう。アーナンとの写真ありがとう。こちらこそ、アーナンと久しぶりに会った、めっちゃ身長伸びてたその辺って言わないのか、新潟弁なのか、怖い。そうなんだ、可愛いです、ありがとうそう、帰りね、同じ新潟市なんだけどね。そうなの、また新潟市の中でも地域によって変わるのかね。あと、まあおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるとか距離が近いかによってもね、多分変わるからね。その辺の言い方最近映ってきた。やっぱ映るよね。そうだよね、もしだったらって通じないんだ。そう、もしよかったら可愛くて有名だったってナナミンがなまっちゃったナナミン言ってたけど本当だったんだ。まあ、ナナミンはなんかナナミンの通ってた学校に私の、まあ、中学とか小学校とかの同級生がいたりした、共通の知り合いがいたからかもしれないけど、そうナナミンもそうでも知ってたんです。でもそれはね、多分ねナミの共通の知り合いがいたりしたからだと思うけど、そう、でもそんなことないの。一期受けてたことが広まって、いやそれもあります、うん、だから、ま、中学の人たちはもう知ってたし、知っててバカにされてたけど高校の人には言ってなかった、言ってなかったけど、その中学一緒の子から高校上がった子とかいるから、それで多分広まったりしたのかな。そうだから、なんか何かと知ってましたね、高校の人たちも。あの人 NGT のオーディション受けたことあるみたいで、みたいな、まあ、それで NGT に入ったからいいけど本当に入れたからいいけど、何組の藤崎さんめっちゃ可愛いって噂になってたのだろう。いやー、でも女の子しかいない、どのクラス覗いても女の子しかいないからさ、私の高校そんな、なんかモテモテになることはなかったですよ高校の美少女はすぐ噂広まる。まあでもそうなの、いろんな学校からね、高校集まってるからね。そうだね、初期から可愛かったもん。ありがとうございますよくよく考えれば、人間ってみんな周りからいろいろ吸収して唯一無二になってる。いやそう、私だけじゃないよね、それはそうだよね、みんなもそうだよね、いろんな人見て学習していくんだもんね。結論はみゆちゃんだからみんな好きってことでいいでしょ。だったら嬉しいな気づいたら東京に戻ってて、あごめん、またやってしまったまた長く喋ってしまう。でもさ、今日はさ10時からしかやってないから、いや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 、1時間40分経ってた、本当にすみません気をつけて帰ってね。可愛いしスタイル良くて美術最強です、ありがとうございますみゆちゃんの学生時代って新潟美少女図鑑とかあった？ありましたよ。だから私の友達とかはそう、そこにいたりもしましたね。私の友達？友達ではないか、友達の友達私の友達の友達は、うん、美少女図鑑乗ってる子とかいました。私は乗ってないけど
猫にも可愛いって噂になるって相当、いやまあね、あの何ですか、世間が狭いだけです世間が狭いだけです、うん、高校にみゆちゃんいたら毎日見に行くもんな。なんかそういうモテモテの人生になりたかったな、高校時代。女の子しかいない世界を選んでしまったがゆえに高校3年間女の子に囲まれて育ってきたから。今東京内で洗濯機を回すとこです。あ、お疲れ。私も今日公園前に洗濯したあいもオタク帰宅ありがとう、こちらこそ2日間ありがとうね。いや感覚バグってわかる。1時間40分まだとか言って怖すぎます。私もでも生のシーンだもん、みんなと喋ってるの。だって聞いてください、明日リハです。まだ振り1曲も覚えてませんああ思い出したくなかった。現実逃避してた。なんかさ、いや本当に振り入れが苦手だから自分で覚えてから行かないとダメなの、分かってるのに今配信してるよねもうなんかこれが終わったら覚えようと思うんですけど、朝早い、どうする、時間ない、私頑張れ頑張れ、はあ、今モテてるじゃん。そうなの、今最強にモテ期、みんなのおかげでありがとう前もついさっき東京の家に帰って、ああお疲れ、ありがとうね、楽しかったよ、ありがとうバレンタインに女の子からチョコもらった。あ、でも全然友チョコみんなで渡し合いっこしてて、しかも女の子しかいないからラッピングとかしない、もうタッパーのまま、はい爪楊枝刺して試食コーナーみたいなバレンタインですよ、女の子の世界は。配信中毒すぎるわかる、本当にやばい、絶対に覚えてから行きたいのに覚える時間はない。まあ自分で時間を作れって話なんですけど、頭のてっぺんからありがとう、ハゲてるそれでも配信したいと思った。そう、現実逃避、みんなが応援してくれたら頑張ろうかな今日最高の席でみゆちゃんのこと見れた、明日の仕事は忘れることにしまる、じゃあ一緒に忘れるか一緒に忘れるか、私も振り起こしするのやめようかなやめようかな。出発時間に配信始めて帰宅まで、やっぱそうな、長いよね。そうだよね、家に帰、だいたい家に帰れちゃいます2時間経とうとして、やばすぎる。あのこれでも4公演終わり、なんか自分よりすごい人いるからさ、6公演やってる人とかいるから、もう4公演がもう何にも感じなくなるけど一応4公演終わりなんだよ、私4公演終わりに2時間配信して、昨日もちなみにね2公演終わりにねカラオケ配信までしちゃって、だから感覚バグってるわ本当にいいの、いいの、みんなと話せるならそれでいいの。みんなで忘れれば怖くない、怖くないよね、怖くないけどさ、ちょっとさすがにちゃんと覚えていくちょっとそういう抜け駆けしちゃうタイプなんだな、全然勉強してない、明日テストなのに全然勉強してない、できちゃうタイプの、地頭とかじゃなくてちゃんとやっていくタイプそういうタイプの人なんでね明日から平日始まるのもそうだよ、みんな頑張って、でもさそのおかげで今週は3連休だったおかげで平日はさ4日しかないよ、しかもそれで土曜日になったら夏ブロック、最高じゃない、嬉しい。
それでもやめない。だってもうあと15分しかないから。あと15分、今からやめたところで15分で何も入らない。振りは絶対に絶対に。みんな配信元気出る。え、嬉しい、ありがとう。じゃあ明日から頑張ろう、みんなで。マジレスするとみゆちゃんは結局しっかりやることやっちゃうんだな実はやっちゃうんだな。2時間あったら新潟から東京まで十分戻れる。まあみんなのね、帰宅のお供になってたらいいよね。6公演できたら、確かに自主的6公演配信含めて自主的に。そうだわ。頑張ろうみんな。防災年長の姉さんはしっかり覚えてる。え、だって今日もう踊れてたよ。怖かったよ私。え？って怖かった。今日もう公演合間に踊れてて怖かった私はまだ何もしてないの、手すらつけてないのに怖いよフリーで4日しかないんだ。そうなのよ、だから結構ギリだよね。頑張るね頑張るね。もうさ、本当になんかフリーで本当に苦手なんだけど、でも公演でやるときにはやっぱ楽しいからね、だから頑張れる。うん、そう、本番にね踊れるようになればみんなの前でできると思えば楽しいんですけど、やっぱ覚えるのがね好きじゃないので今日から仕事してた。もう疲れ。いやそうだよね、3連休本当にちゃんと3連休の人ってそんなに多くないんだろうね。お疲れみんな。お酒飲んでフリーで頑張り。お酒飲んでないよ、ちゃんと禁酒してるよ ちゃんと禁酒してるから。飲んでないよ、飲んだらもう踊れないよ。いやできるけどね、できちゃうんだな。でも飲まないよ本番で踊れればいいんだよ。そうだよね、そうだね。そう私はダンスの先生に言われてきた。今踊れなくても耳はちゃんとできる子だからって言われてここまで来ましたそれぞれ動画見て覚え、そう、ちゃんとまあ振り入れの時間はあるんだけど、事前にまあ振り V 見てある程度確認してくるみたいな。その確認の度合いは人によりますよね。もう多分その人の性格によると思う。私はちゃんとある程度踊れるようにならないと不安なタイプだから覚えていくし、でもなんか別にその場の振り入れでちゃんと覚えられる人とかは、まあなんとなくの振り見で動画で確認する程度の人もいるだろうし、そう。でもなんか私は覚えていくけど、でもあんまりガチガチに覚えていっても自分が、でもあくまでも動画を見てさ振り起こししてるからさ、それが正しいとは限らないじゃん。だからダンスの先生にこうですよってその日振り入れで言われて、あ、自分が覚えてきたのと違うじゃんってなった時の対応ができなくなっちゃうのが怖いから、覚えてはいくけどなんとなくの振り付けでしか覚えてはいかないかも。完全にもう1から100まで踊れるようになるまで覚えてからいくわけではないかな。60、70% ぐらい、 70% ぐらい、 70% ぐらい覚えていくかも、うん、とか、まあ立ち位置までは覚えないかもね。振りだけとりあえずなんとなく覚えようかなみたいな感じかも。それは人によるかな。でもそう、事前に動画は見てきてねみたいな、それは前提でフリーレがあるって感じかな、うん、まだ禁酒できてた、ひどい。できてる、ちゃんといつからってあんま分かんないけど、7月から割と、はい、ちゃんとしてます。禁酒は体に良くないですそんなわけないそんなわけない。飲まないに越したことはないんだろうけど
思ってはいます。お酒飲んで振り入れしたことはないけど、ないけど、でもベロベロに酔わないからできる。基本何でもできる、飲んだ後でも。基本何でもできちゃうよ。そういえばお酒の話題があんまり出なくなった。そりゃだって飲んでないからね。飲んでないから出てこないよね。禁酒は体にはいいけど心には良くないよ。うわ、それはちょっとわかる。悔しいけどそれはちょっとわかるな。なんか今日ぐらい飲んでいいかなって思う時もあるけど、あるけど、でもそれよりも MV 可愛く映りたいの方が強いので。頑張ってます。公演終わりのアイスは、ま、時に昨日はなんかこんなちっちゃいアイス食べました。何でもできちゃうよの言い方が可愛かった。やっとね、可愛いポイントゲット。かおちゃん襲来で禁止は見事に打ち砕かれるのかな。うわ、確かに。確かに。いや、もうかおが来たらそれはもう喜んで、それは喜んで飲みますよ。はい。逆にかおと会って飲まないって怖くない？しかももう卒業してからですよ。そんな、だってさ、まあ何、メンバーだった時は逆にいつでも会えるからそりゃ飲まない日があってもいいだろうけど、もうそうじゃないじゃん。もう会ったらこの人何しに私に会いに来てくれたんだろうって思ったら、やっぱ一緒にお酒飲むために会いに来てくれると思っちゃうから。もうカホが来たらそりゃね、飲むしかないと思うけど。野草が冷蔵庫でキンキンに冷えて、めっちゃ冷えてますよ。未来のレモンサワーもまだ開けてないもん。ちゃんと飲んでない。いや、そうよ。カホ何のために私に会いに来てくれんのってなるからね。そろそろ後輩から藤崎さん。終わらないよ。やだよ、さすがに。さすがに止めるよ。お酒飲んだらすぐ寝られ、いや、そうなのよ。本当に最近めっちゃ眠れなくて、2時とかまで起きてちゃう。一生 TikTok なんか動画見て眠くなるのを待つんだけど、全然眠くなんなくて、諦めてちゃんと携帯閉じて眠りに入るようにしてんだけど、お酒入ってたら確かにすぐ眠れるよなとはちょっと思っちゃう。それはちょっと実は思ってる。高い酒だ、お酒飲むためだけに会いに来てくれる。私が会いに行くかもしれないし、ね、かおちゃん今頃毎日飲んでる、どうでしょうね。飲むのと会うのどっちが目的なんだろう。いや、飲むために会うだろうね、きっと。きっと。TikTok 見たら眠れないか、逆に。いや、もう動画見てると眠くなったりするじゃないですか。それ待ちなんだけど、結局ね、ダメなんだよね。目覚めちゃうんだよね。動画見てるとどんどん次に行きたくなる。いや、そう。だから TikTok じゃない方がいいのかな。 YouTube とかの方が気づいたら寝落ちとかできそう。だって TikTok だともうどんどん新しい動画に自分でね、できちゃうもんね。確かに。酒は確実に眠くなるけど確実に眠りが浅くなるって言いますよね。なんかいい睡眠じゃない、なんか気絶状態って言ったりしますよね。そうだよね。だからちゃんと寝る、ちゃんと寝る努力をしてる。ちゃんと寝る努力をしてる。頑張ってる。 X 見てインスタ見て TikTok 見て繰り返したら朝になるね。それめっちゃわかるの。なんか違うのよ。
もう本当にあのみんなに飢えすぎてて飢えすぎててツイッターでエゴサする、ね、チャットの返信見る、あとメールの返信見る、もうこれをずっと繰り返してる。本当に嘘じゃないんですよ。そう、なんかもうしかも割と無意識に、そう割と無意識にやっちゃってて、そりゃ更新してもさ何も更新されてないわけで、あー来てないかって。でもそりゃそうだよ、なんか 2,3 分前に見たからな。そうなんだから、寂しいからいっぱい更新してみんなどこかでメールの返信でもチャットの返信でもツイッターでも結構本当に何時でも見てる寝る前にそれをするのが私の幸せな時間だから。もうすぐお話し会の申し込み終わっちゃう。おーそうじゃんそうじゃん、あと3分なので配信も終わりにします。そうだ、おしゃべり会の申し込みもあと3分で終わっちゃうので、ぜひ。もう今日今私2時間も喋った私2時間も喋って、みんなも私と話したくなったでしょ会いに来てね。アイドルの SNS 講師を待ちくたびれてる漢字が読めなくてすいません。確かに、いやそうだよ、だから言ってんじゃん、私みんなのこと大好きなんだけど。よし、ランキングを読むよ。13位あやめさん、ありがとうございます。12位トッシーさん、ありがとうございます。11位ふなしさん、ありがとうございます。10位ヨッシーさん、ありがとうございます。9位カイアトさん、ありがとうございます。8位ヒーロさん、ありがとうございます。7位トシさん、ありがとうございます。6位ボーイングさん、ありがとうございます。5位 MS さん、ありがとうございます。4位のサラさん、ありがとうございます。3位ノートンさん、ありがとうございます。2位ホッシーさん、ありがとうございます。1位ミーさん、ありがとうございます。よしありがとうございました、みんな頑張ろうね。はぁ、やばいやばいやばい、振り起こししなきゃ。ふぅ、振り起こししなきゃな、頑張る。怖くて明日のスケジュールまだ見てない。さっきからずっと通知鳴ってるなと思ってたんですけど、さあスケジュール見てない、怖い頑張って覚える、頑張って覚えるから、みんな応援してて頑張る、明日までには完璧にするんだから任せろあ今週末夏ブロック頑張る、頑張る。だからみんなもメールの返信とかチャットとかいっぱい送ってねありがとう。おやすみ。はあ、頑張る。おやすみ。頑張るよ。ありがとう。やばい、眠くなってきた。バイバーイ。